本番ホールパー5です。打ち下ろし、打ち下ろしで左ドッグレッグです。左に池があります。最短距離を狙うと池がちょっと危険です。5番ホール増田選手のティーショットです。打ち下ろしのパー5です。左ドッグレッグ、左に池があります。ショットですが、方向がやや右です。池を避けた安全策でしょうか。大島選手4番ホールティーショットです。左ドッグレッグパー5。かなり右に打ち出しました。安全策です。4番ホール加藤選手のティーショットです。これもナイスショットですが、右、かなり右です。大島選手のティーショットがここに来てます。プリファードライですので、ボールを拭いているようになってます。まだ距離はたっぷりあるので、2打目は普通に刻みます。ナイスショー。加藤選手のセカンドショットです。低い球でややドローがかかってます。ナイスショットです。浅田選手は1番飛んでて、それでもまだ残りは届く距離ではありませんので刻みます。ナイスショットです。オーバーホールパー5の3打目地点です。全員ほぼ同じ位置からです。残り120ヤードから加藤選手も3番目です。ナイスオンです。ほぼ同じ距離から大島選手の3番目です。ピン右ですね。ナイスオンです。続いて増田選手の3打目、同じような距離です。115ヤードぐらいでしょうか。高い球で攻めてきました。ナイスオンです。3人とも角度は微妙に違いますが、3人とも上りの位置に3オンしてます。これから全員バーディーパットです。大島選手10メートルぐらいありそうなバーディーパットです。ナイスタッチです。次は加藤選手のバーディーパットです。5、6メートルぐらいの上りです。ちょっと届きませんが、タップインのお先に失礼パーです。一番近くに3オンしているのが増田選手です。4メートルぐらいです。惜しい。これもタップインパーです。
います。5番ホールパー4です。右ドッグレッグ2打目からやや上りのパー4です。右ドッグレッグですので距離を最短距離を行きたければ右を狙いたいところですが、ちょうどドライバーの落下地点に大きなバンカーが2つあります。浅田プロのティーショットです。ナイスショットです。浅田プロとしてはちょっと弾道が高い感じですけど、フェアウェイセンターでした。大島選手の5番ホールティーショットです。ナイスショットですがドローしてフェアウェイ左に行ってるのでセカンドの距離を損しそうです。加藤選手5番ホールティーショットです。ナイスショット、これもドローしてるのでやや左です。5番ホール大島選手のティーショットはフェアウェイやや左のちょっとラフに捕まってます。残りは175ぐらいです。ナイスショットです。ナイスオン。加藤選手も5番ホールセカンドショットほぼ同じような位置からのショットになります。170ぐらいです。低い球やや左です。グリーン奥かもしれません。浅田選手は最高のポジションです。残り150ぐらいですね。グリーンやや右、乗ったか乗らないぐらいです。加藤選手の3打目です。トルぐらい残してしまいました。浅田選手の3打目です。またここです。同じような距離を残してしまいました。加藤選手のパーパット2メートルぐらいです。残念でした。ボギーとなってしまいました。浅田選手のパーパット、今の加藤選手のパーパットとほぼ同じ角度ですので参考になっているかと思います。ナイスパーです。大島選手は先に上がった2人よりも近い位置にバーディーチャンスにつけてます。1メートルちょうどのバーディーパットです。ナイスバーディーです。6番ホールパー3です。実測値は163ヤードでした。5番ホールでバーディーを取った大島選手の6番ホールパー3です。ナイスオンです。あ、
浅田選手6番ホールティーショットです。パー3です。ナイスオンだと思います。ちょっと逆光で見にくいですけど多分ナイスオンです。6番ホール加藤選手、ちょっと左に曲がってグリーンギリギリに乗った感じです。加藤選手のボールはグリーンやや左奥、エッジから2メートルぐらいオーバーしたところです。大島選手は5、6メーターのところに乗せてバーディーパットです。かなり下ってそうなので難しいラインになりそうです。ちょっとショートしてしまいました。浅田選手はここに約2メートルにワンオンしてこれからバーディーパットです。残念、惜しい。バーディー逃しのパーでした。加藤選手1メートル半ぐらいのパーパットです。惜しい、ボギーとしてしまいました。大島選手1メートルはなさそうなパーパットですけれども下りなので要注意です。ナイスパーでした。